はい、というわけで、えー、っと、始まってまいります。BS モテモテラジ袋の豚によるお気持ち配信第2回なんですけども、突発的ですね。まあ、あの、しばらく1週間ぐらい配信してなかったかな。まあ、あの、いろいろ、忙しいっていうよりも、 体調不良みたいなのが強かったっすね。うん。で、それでなんかもうパソコン立ち上げることもできなくて、家帰って、もう一気とかできなかったですからね。あのゲームやろうみたいなのがまず、スマホのゲームとかやっとできるんですよ。まあ寝てたら、 寝ながらできるっていうのは本当に偉大やなっていうのは思いましたけども。で、今あの、ね、あの、ちょっと、ちょっと気力、体力戻ってきたんで、こうやって、あのセッティングして始めれるみたいなとこまで戻ってきまして、で、お気持ち配信しようかなというところで、これ音声とかもね、あのー、 音量とか、その音質とかアップロ、このアップグレードしようと思って、で、マイクはいいのを持ってたんですけど、結局その、撮るときに、あんまりマイク意識せずに喋れるシステム作りたいなとかって思ってたんですけど、もう諦めました。 完全に諦めましたね。もう今まで通り、こう、マイクはマイクとして意識して喋るみたいな方向性でいかないと、どうしたってノイズ乗るか、音質諦めるかの二択なんですよ。えええ。もうあのー、音質諦める場合は、 ヘッドセットマイクになるし、騒音,騒音が入っノイズ入ってもしょうがないみたいな状態しかできないんですよね。で、結局もう、まあ今の段階なんですけど、まあ、従来通りの僕がずっとネットラジオで培ってきた。 マイクの口元で喋るっていうやり方でノイズをシャットアウトするしかないなということでもう結局もうそれ喋るときはもうこういうこういうって言っても皆さんにはわかんないんですけどあれですよマイク持って司会者みたいにして喋るっていう <laughs> まああのスタンドエンターで出ててそこに口持ってってもいいんですけど今はなんかこう 無理なく喋れんのが司会者スタイルかなと思ったんで今こうやってこうやってこうやってわかんないですよねまあ今持ってるんですよマイクまあ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 ,まあそれでいくらかは今までより小ましな音声で聞こえるかなっていう気持ちで喋ってますねまあこれも試行錯誤なんで今後どうなっていくかはわからないです でもあれなんですかね。あの、やっぱり YouTuber とかの皆さんって防音室とか持ってるもんなんでしょうかね。そうでもなかったら、あのコンデンサーマイクなんか使ったら、絶対エアコンの音とか入ると思うんですよ。<laughs> ねえ。で、わーって声とか出せないじゃないですか。基本的に。うーん 点かもしれないですね。その防音室みたいなもの。それか、エアコンとか切って。パソコンのファンとかの音と,とかも入り,入りますもんね。普通やってりゃ。ようやってるわっていうか、なんかその、コンデンサーマイクをどっかよフランクなところにね、なんかバーンって置いて、あんまりマイク意識せず喋ってるみたいな映像を撮ってはる人らとか、 まあでもあれプロか。ええー、と、あ、正文大常さん。ダイナミックマイクの方が自宅配信向きか。まあそれはそうですよ。ダイナミックマイクの方が。というか、あのマイクの口元で喋るんやったらダイナミックマイク使ってりゃ。ねバイダイナミックマイク &USB 音声キャプチャー。で、さらにあの、キャノンケーブルとか使っとけば、ほぼノイズ対策は万全かなというのは、僕の十、十数年にわたる、あれですかね、ネットラジオ、録音、経験の、結論は結論ですね。でも今、その、 YouTube 配信とかでそういうのをしてる人って、まあ、いないとは言わないっていうか、まあ、いるんでしょうけど、主流はなんかその、スタジオみたいな、アームで上から、ねえ、コンデンサマイクつったりとか、まあ、ボーンってこの <laughs> テーブルの横、サイドとかにコンデンサマイク置いて、マイクあんまり意識せずに喋って、それが配信されてる体じゃないですか。 じゃないですかってもう完全にこれもうイメージなんですけどみんながみんなそうじゃないのかもしれんよ本当本当言ったらねうんなんかそういうの見たら羨ましいなって思わんでもないんですけど楽やなって、まあ、今までも音質こだわらなかったら楽やったんですよヘッドセットでどこ向いてもまあ喋れるみたいなありましたし ただ正直言って、その音声が、音声も僕もやっぱり、それなりにね、にねこだわりたいみたいなのがあったし、その、今これ喋ってるズームの機材なんかにしても、マイクはいいやつなんで、なんかもうちょっと活かしたいなっていう。まあそれだけなんですけどね。で、今回のあの、壁紙 <laughs>、壁紙なのか <laughs>。 まあ、あのー、喋ってるときに、こう気持ち配信してるときに寂しいんで、いつも何かしらの画像貼ろうかなと思ってるんですけど、懐かしの親知らず駅の画像ですね。まあ、親知らず駅って言って、ご存知の方っていうのは、新潟県民かそれか鉄オタ。 ですかね。あと、あれ、押尾、塩尾、ま、守、たとかは知ってるかも。うん。というか、僕はなんで、その、親知らず駅行ったかっていうと、えー、押尾守るじゃない、押尾守るね。押尾守るの、ご先祖さんは万々歳っていう、 アニメシリーズに「親知らず駅」っていうのがうクライマックスで結構こうフィーチャーされてるんですよ。でそれ見てその駅前で立ち食いそばをすする主人公みたいな風情がものすごくこう情 <laughs> 感こもってていいなと思ったんでいつか親知らず駅」って行ってみたいなーっていう思いとその当時18切符 ってハマってまして、まあ今もはまってるんですけどあこれ18切符と組み合わせたら組み合わせたらっていうか18切符使ってその新潟とかってたやすくいけるんで一、まあ、回親知らず駅降りてその親知らず駅という最果てというか最果てというのは言い過ぎかもしれないけど 日本海側にあるらしいその駅のとこで立ち食いそばの一つでもすすったら聖地巡りではないですけど面白かろうなぁと思って十数年前に行ったんですよね親知らず駅。まあ、これ今考えたら贅沢なんですけど。 今はそのね、大阪からその北陸本線っていうのをずっと行って、親知らず駅にたどり着くっていうのが18切符では不可能になってしまったんですよ。その、石川県と富山県と、えっ、ー、と、新潟県の西側までの区間が、JR じゃなくなってしまいまして、 何年か前に。あの、三石化っていうやつ食らっちゃったんですよね。で、それのせいで、まあまあまあ、まあ、まあ、あの、金さえ払えば、た玉で乗れるっていう <laughs>、まあ。18ゲップを使いつつ、その三石線の、あれ、なんぼや。2000円ぐらい払わなあかんかったんやったかな。なんかその、高岡から、えー どこや新潟、い糸魚川、糸魚川か、なんか、それぐらいまでの区間、しかも、これ、むちゃくちゃ嫌がらせかっていうぐらい、あの、他のところの区間で、例えば、サン線船なんとか鉄道みたいなね、あの、必殺オレンジ鉄道みたいな、そこのオレンジ鉄道の切符は買いなさいよみたいなことで済むんですけど、この区間ね、 3つの会社に分かれてるんですよね。だから3つ分のあのー、電車賃、JR、そこまでの JR と3つその鉄道会社をまたいで、さらにそこから先また JR っていう。<laughs> まあ結構あれですね、金に止めつけずに行きますぐらいの、まあまあそこまで大げさじゃないんですけど、18切符で大体。 今の価格で言ったらどれぐらいや消費税とかで18、1分どんどん高くなってますからねこの時は1回分2300円とかでいけたんですけど定価で買っても今やったら2500、600円ですかねでこの三色線3つまたいだお金がまあ正確にはちょっと今も適当なこと言って鉄オタの 人らに、まあ、ちゃがないかって言われたら、後ですみませんって言うんですけど、まあ、2000円としましょうや。じゃあ、まあ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 、4000円、4000円ぐらい払えば、5000円以下ですね。払えば全然いけるから、18切符シーズンであるならね。まあ、金か、<laughs> 東京大阪の新幹線とかでって考えれば全然行けるとこではあるけどなんか維持になってその三石線使わないみたいな今なんかちょっと異常な感情がありますよね、うん、いや全然考えたらいいんですよそこ乗ってもなんかでも今までそこタダでタダじゃないんですけど18キップに金さえ払えばタダで行けたのに なんかなっていう。まあ、貧乏、貧乏心うん。ま、全然いけるんですけど、この時はだ、18ギップで、まあ、なんも考えずにいけたっていうのは、まあ、わかってください。で、えー、っと、なんですかね、あの、柏崎原発とかね、あんなんも、こう、海岸沿いに見ながら、 この当時は行けたんですけど、で、日本海側って荒々しいなとかって思いながら思いつつ、いっつもね、あの山陰線とか北陸線とか、ああいうとこ乗ってる時って、日本海の荒々しさっていうのを、もう肌身に感じるというかね、あの東映の三角マーク、まさにあれですよね、車窓が。で、その、 肝心の親知らず駅着きましてで、ああ、これが、あの、押守が舞台にも選んでた親知らず駅かーと思って、な、ま、ん、あ、も考えずに降りたんですけど、まあ、降りたはいいが、その駅前って、ひなびた港町になってるとか、まあ、村でもいいんですけど、そんなことは。 見た,くなくただの無人駅かつもうねあのこの看板の向こう側見えますかねなんかあのー、道路みたいなのが高速道路的なものが走ってるじゃないですかで、まあ、よーく見てもらったらその向こう海なんですよだからここの駅って何かって言ったら海岸線沿いの道路 えっと、この高架道路と、で、その崖沿いの道路が、昔からの道みたいなのがありまして、で、その脇にある無人駅、それだけなんですよ。で、降りたら何があるかって自販機。で、その崖の上になんかあのー、昔ながらの 民宿みたいなやつとか、あと小学校やったと思うんですけど、小学校か中学校かなんかそういう、まあ、田舎の学校があって、まあ、もうあと道、トラックが走るような道。以上っていう。立ち食いそばもクソもないですよね。だから、まあまあまあ、まあ、その時点であのー、アニメは、 単に、格のもの、まあでもアニメなんて格のもんやし、映画も格のもんで当然なんですけど、今って、なんかその、本当にあるものを描いて、そのアニメだ,、ね、だの、映画だの舞台って、あとで聖地巡りできるような仕掛けになってるものが多いじゃないですか。でももう、当時の映画とかアニメとかって、あんまりそういうの考えてなかったですよね。 もう地名、仮の地名で、まあその映画の中だけのフィクションなんで、実際の街並みとかっていうのとまた違ってても全然 OK っていう。それはそれでもう全然悪くないですけど <laughs>、まあ悪くないですよ。本当に。映画っていうのはかつてはそういうもんでしたからね。どっかからリアル思考になってったんですよね。 実際にある街並みとか、実際にその行けるルート的に、その無,理無理のないルートをそのままカメラに映し、映してみようとか。ね、アニメにしたって、アニメなんて別に、例えばそれがね、東京駅周辺であろうとも、大阪駅であろうとも、万博公園であろうとも、 まあ、桜島であろうとも。もうその舞台は、その実在のね、名前を借りるにしても、そこの風景なんて。まあ、そのランドマーク的なやつね、例えば、東京タワーがある。ならば、東京タワー加工とか、桜島の噴火、加工とかっていうのぐらいはあるけど、どこにうどん屋があって、どこになんか、ね、雑貨屋があるとか。 駅舎の形がどうとかであんまり語らなかったですよね。ホームの形が、こう、島式になってるとかね。ああだこうだっていうのは。うん。交渉っていいや交渉やし、そんなこととらわれんなっちゃう、とらわれんなですよね。かつてはね。それはもうあ,あくまで、その物語の中の、例えばご先祖様の万々歳の中の、 親知らず駅はそ、そんな感じの場所なんだと。で、そもそもその、登場人物の一人が建てた蕎麦屋なんで、なくったっていいわけですよ。その登場人物がいないんやから。実在の店をモデルにした、その孤独のグルメみたいな話じゃないんでね。うん。いいっていうのは分かってたんですけど、まあ、蕎麦屋の一軒でもあったらなーっていう <laughs>。 ま、ほのかな思いで行ったけど、やっぱり、あれはあれで、アニメの中の世界でしかなかったんやなっていうのは、うん、行って思い知りましたね。でも、行って損したとは思わなかったですね、親知らず駅。そんなことでもなければ、親知らず駅なんていうところに、こんな無人駅でね、道しかないような駅に、降りないですよね。自販機しかない駅ですよ。 で、そうは言っても、ちょっとね、歩いたらあれなんですよ。えっ、ー、と、サービスエリア的なところに、歩いて行けるんですよ。で、そこのサービスエリアみたいなところで、まあ、寂れたレストランがありまして。何ていう名前やったかな全く覚えてないですね。まあ、季節外れの。夏になったら、 海水浴とかも多少できるのかなどうやったかななんか海眺めながら、あのー、あれな、なんやったかななんか魚の汁料理食べましたね。まあ、せっかくやから、なんか別に <laughs> 食べたくはなかったけど、なんか食べていけば思い出になるかなと思って。でも まんまと思い出になりましたね。えっ、ー、と、あ、ケンタロウさん。お、サウナから上がったらお気持ち配信がっていう。ああ、サウナにケンタロウさんは行っておられたということで。ああ、しまった。今日お気持ち配信って言って録音しようと思ったんですけど、また録音ボタン押すの忘れてましたね。いかんなー、もう。 最近はもう、ちょっと一週間とかブランク空いたらもうすぐこれですからね。もうなんかもう、あの、体が、体がなまってるというか、腐ってるというか、っていうのを感じます。うーん。で、えー、っと、今日の気持ちなんですけど、 あのー、えっ、ー、とね、レンチャンパパってあったじゃないですか。有馬武士先生という方が書いた、90年代に書いたやつやったかななんかパチンコでハマっていって、どんどんあの、もう人生崩壊していく。人によったら、もうめちゃくちゃ胸クソ悪いっていうか、 まあ人によらなくても、基本的には胸クソ悪い漫画なんですけど、割とあの赤塚不二夫とか、古谷光俊タッチで、読みやすくて、こう、爽やかに読めちゃう。けど、内容めちゃくちゃヘビーっていうことで、双葉とかで中心になって、バーってネットで広まって、バーってこうネットで無料で読めて、みんなが胸クソ悪いだの、面白いだの、 こう、ああだこうだ言ったっていう。<笑><笑>えっと、チャンディオさん、アスファルトタイヤ切りつけない。もうええねん、それ。<laughs> そのね、あのー、レンちゃんパパがすごい話題になったっていうことで、有馬マタケシ先生の,その前から企画してた漫画がどうも。 そのしかもサンデーでサンデー誌の方で通ったみたいでこれ何かと言いますと足立つとむ物語足立みを漫画家にした男っていうなんかあのー、この有馬武史先生っていうのは足立つとむに憧れて 漫画家を志して、で、その過程で、あの、赤塚不二夫の、不二プロか、の方に行って、その不二プロのところで働いてた古谷光利っていうあの、ダメ親父の人について、ファミリー企画っていう、まあその、古谷光利の漫画スタジオなんですけど、そこにいてデビューしたっていう、 結構複雑な経歴の持ち主なんですけど、その、足立つとむっていう足立み大漫画家ですよね、タッチとかの。足立みのお兄さんにあたる、結構その、マニアしか知らない漫画家やったんですけども、その人、 にまつわる、その人の自伝、自伝、自伝じゃないね。自伝自分で書いてないから。その人の電気漫画をなんか書けたらいいなと、その結構付き合いが最初に漫画家になるきっかけで師匠でもあるし、最初の師匠ですよね。で、もうかなりその強烈な方やって、もうなんやったらそのレンちゃんパパのモデルは、 足立つとむだぐらいのこと言ってたんですよ。だからそのパチンコも好きでっていう、その飲むうつ買うみたいな。もう漫画家よりもそっちの方が好きすぎて、もう赤塚、後にその独立した漫画家をやってたんですけども、絵のうまさを買われて赤塚不二雄にスカウトされるんですよ。足立つとむっていうのは。 で、その古谷光俊とかと並ぶぐらい、赤塚不二雄スタジオの中の、もう、四天王っていう言われるぐらい、中心として活躍してて。で、その時に、その有馬、有馬武史先生も、もうその時代もずっと、ね、あのー、足立努先生とはこう、 もちろん交流があったみたいで、その辺のこととかも含めて、いや、これ面白いから、みんなに知ってほしいなって言って、漫画にできたらなっていうのをずっとあったらしいですよね。で、足立、足立光先生にこれ書いてもいいっていう話をしたら、いいよって言われたらしくて、だから書きたいんだって言ってたのが、まさかのそのレンちゃんパパの注目によって、ゴーサインが、 この小学館からゴーサイン出たみたいで。うん。で、ほんまに、そのね、アプリで連載始まって、もう第一回目が載ったんですよ。これた、ま、たまげましたね。いつかなんか、わあなんかそういうの出たらいいなぐらいには、僕も思ってたんですけど、ああ、もう、始まっちゃったよっていう、月、 月1回目が1回目でもはや面白いですもんねもう各方面でうわー面白いとかで足立みつるにお兄さんがいたのっていうこれって今までほっとかれたっていうか、まあ、別にほっとかれてたわけじゃないんですけど足立みつる自体も足立つとむ物語あ違うわ足立つとむが自分で <laughs> 足達み物語っていうのを書いててこの足兄支店からの足達みのその人気漫画家になるまでみたいなのを書いててで唯一安達ムが単行本出してるのがそれなのかなその唯一の単行本が弟についての漫画っていうのもなかなか皮肉なもんですけどでそれも絶対 一般に今なってて、足立つとむの漫画って今、おいそれと読めないんですよね。だ僕自体も、その漫画ね、あの知ったときは、古本で500円くらいで売られてて、うわーあいやー、でもなーみたいなこと言ってる間に、もう今、5000円とかなってますもんね。おいそれと買えないわっていう。 あの時、ほんまにすぐ買っとけばよかったっていう後悔後に立たずですよね、古本ってよくある。うん。で、この漫画始まって今話題になってて、足立とつとむっていうの存在すら知らなかったっていう人まで興味津々になっちゃってるわけだから、そのアダチ、足立ツトムのアダチミツ目物語の方も、なんかさらに根を上げそうな。 感じですよねもうこのタイミングで昭和館もねの足立み物語の方も電子書籍化するなり何な,なりしてくれへんかなっていう気はするんですけどあ足立つとム物語の方にもなんかあのー、足立みが書いた短編の足立つとム物語が入ってるみたいなことらしいんですよもうすごいややこしいんですけど ね、もうそもそも何かその足立勉に弟子入りした有馬武史先生っていうのがいてその時に足立勉と足立光を同じ机並べてこう漫画を描いてて足立光はまだデビュー前やってお兄さんの手伝いとかえっ、ー、と石井勇先生でしたっけハンライダーとかのなんかそこのアシスタントやったりとかしてデビューを待てたんですけど。 で、そこの二人のところで仕事、仕事というか漫画のね、あの修行を始めたから、有馬武史先生って、あ、自分の名字をひらがなで書いて、武史っていう、こう一文字の名前を漢字で書くっていう、足立勉、足立充兄弟のフォーマットにのっとったペンネームになってるんですよね。それ今更気づいて、あ、そういうことやったんかっていう、驚きもありつつ。 いやー、でも、まあ言うたら美味しい、美味しいポジションの漫画家やった割には今までほっとかれてたのが不思議やなっていう気はしますね。知る人知る人と知るみたいな。その赤塚不二雄の電気とかその手のやつを呼んでたら絶対に アタチツトムっていうのは、重要人物として出てくるんですよ。その後期の赤塚不二夫の遊び相手でもあるし、そのスタジオを支えた、ね、その下、下絵チーフというポジションで。下絵チーフって何かって言いますと、まあ、言うや、その原稿の絵を、もう、 ペン入れ前のとか下、下書きの絵ですから、その元になる絵ですよ。を描く人ですよね。それってもう漫画のその原稿を描く人ぐらいの、もう絵の、絵の、絵の総監督ですな。うん。それ任されたぐらいの,その画力の高さっていうのがあって。 うん、そんな人がずーっと放置されてたっていうのも、まあ、なかなかあれですよ、美味しい、美味しいけど手をつけなかった、美味しいけど広まらなかったっていう、もう下手したら鉱脈やったかもしれないですよね。もうこれからちょっと有名人になっていくかもしれないですね。えー、っと。 ケンタロウさん、レンちゃんパパ外伝レンちゃんママ。別にそれでも <laughs>、いやでも、やること一緒 <laughs>。なんかサイド B みたいな話ですよね、レンちゃんママ、ね。レンちゃんママサイドの <laughs> が書いても、何の生産性もなさそうなんだまた悲しい。レンちゃんママのあの、壊れっぷりもレンちゃんパパの、 ね、あのー、漫画の魅力の一つでもあるんで、れんちゃんパパまだ読んでない人は、そんな長い漫画じゃないんで、ぜひ。えーっと、あ、正文大常さん、タッチのサングラス監督のモデルとなった足立つとむ。確かに、足立つとむの、あれですね、あの、足立みによる似顔絵って、あの顔ですな。確かに。まあ、いろんなモデルになってて、あの、 タッチ自体も自分ら兄弟をモデルにしてる説すらあるもんね。なんかチャランポランな兄貴と、こう、くそ真面目な弟みたいな、もうみんなからすごい天才、いやー優等生だねって言われる弟、それに対して才能はあんのに、全く <laughs> こう発揮しようとしない、もうなーなーでっていう。 それも、あのー、今回の足立つむ物語の冒頭でも、足立光の言葉で書かれてますもんね。漫画の才能を生かし切ることなく、こう、亡くなりましたみたいな。<laughs> ただ、あの、赤塚不二夫とかももう、その読み切りのね、もう、あな、あだ あとちょっと思って基本的にその読み切りがすごい多かったらしいんですけども、玉川くんっていう連載もありつつも、もうそれも単行本出てないから、僕らも断片しか知らないんですけど、それ見ても、なんだこの絵の上手いやつはってなって、いろいろ、そのね、手伝ってくれた山口六ターの高井健一郎とか、古谷水俊も辞めるっていうんで、 人材がこう少なくなってきたんでこう中心で絵を描いてくれる人いないかなっていう時にうわーこのこのこの足立ムっていうのをアシスタントにチーフで入れてうちの絵描いてもらえたらなんとかなるって言って引き込んだぐらいのまあ大したもんやったらしいですよ確かにその断片で 原稿を見るんですけども当時の水準としてもやっぱりあのデフォルメタッチの絵とかああいう赤塚不二雄の絵描くのにものすごい適したぐらいのああいうコミカルな絵がすごい綺麗だったんですよねうんこの辺もまたなんか話題になって電子書籍でいいから出てくれないかなっていうのは思いますねまあそんなわけでえっ、ー、と ストーン物語めちゃくちゃ僕その期待してるんですよ有馬武史先生のねなんかあのまあレンちゃんパ呼んだ人はわかると思うんですけどいやまあどうでも映画漫画家って言って呼んでてあのスイスイ水のようにこう入っていく感じ あの辺がやっぱり漫画力の強さっちゅうんですかね。有馬武史先生自体はそんなに知られた漫画,じゃな漫画家じゃないんですけど、そのキャリアっていうのはもうすごい長くて、で、やっぱりその培った力って半端ないなっていうのは、 もうあの漫画読んだ人誰しも思ったことですよね。で、今回のあの足立つと物語の第1話とか、もうこう、流れる滝のように読んでしまったみたいな意見が、すっごいシンプルな絵なんですけど、シンプルが故に、あんな読みやすく書けるんですねっていう、やっぱり昭和の漫画描きって侮れないとこありますよね。まあ今の Twitter とかで漫画描いてる人も、まあ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 、大したもんなんでしょうけども、 このおじ力の強さっていうのは昭和の時代からスト2やってるやつが強いみたいなとこにも通じるのかなまあわかんないですけどね。まあそんなわけで、あのー、マガジンのね、あのー、リンクとか辿ってもらったらすぐ、アタチと物語とかで、あとマガジンの何やあれなんていうアプリやったかなアサンデウェブリか。 もう僕、あれ読むためだけに入れましたもんね。サンデーウェブリー。他のやつとかうどうでもいいわっていう。まあも、もしかしたらすごい名作とかも読めるのかもしれへんけど、まあまあ、差し当たってはサンデーウェブリーで、足立と物語を毎月一回読めたらいいなっていう感じで入れましたんで、すごい期待してます。あの、足立。あ、じゃじゃあ、有馬武史先生、レンちゃんパパの。え、お願いします。これから面白い。 エピソードたくさん聞かしてあ読ませてください。というわけで、えっ、ー、とね、あの今日はまあ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 やみ、やみ上がりっていうか上がったのかどうかわからないんですけど、あの30分ぐらい喋ろうと思って <laughs>、また40分近く <laughs>。んー、なんか30分だけ喋ろうと思ったら40分になるこの現象は何なんでしょうね。まあ最初の立ち上がりに変な話するからか。まあそれも、 いずれ、こう、ピタッと30分に収めれるようになれたらなぁと思いつつ、まあ、こういうのもコツ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 、一回一回やっていけばできるやもしれんので、まあ挑戦していこうと思います。えー、っと、というわけで、えー、突発的になんかね、始めたのに、こう、 いや、3人も聞かんやろと思ったのに、15人とか16人とか聞いてもらって非常にありがたいですね。また、あの、突発的に始めますので、よろしくお願いします。では、この辺で終わります。さよなら、おやすみなさい。